授業が行いませんでした。さらには正規の先生もどんどん減らされてしまい、その中で授業担当以外の先生が休みの空き時間に他の授業を行う、そういったこともあったんです。この深刻な実態、この区議会議員選挙で変えたい、足立区から教育現場を良くしたい、その思いで私、ゆま西野原ゆまは区議会議員選挙に挑戦いたしました。皆さんの願い実現へと全力で頑張ります。その思いどうぞ私、日本共産党ゆま西野原ゆまに託してください。皆さん、足立区にはお金がないからしょうがない、我慢するしかない、足立区貧乏だからと本当にたくさんの人に言われてきました。しかしながら足立区にはお金あるんです。全国で4番目に多い1807億円、この一部を使って私は23区で一番高いこの介護保険料の負担軽減をします。そして75歳以上の方に楽しみにされていた生きがい奨励金も復活させます。さらには23区で初めて創設された給付型の奨学金、この拡充へと声を上げていきます。そしてこの都営団地、都営住宅、入りたくても入れない、何回申し込んでも入れない、この声を聞いてきました。私は斉藤真理子都議会議員と協力をして都営住宅の拡充へと声を上げていきます。どうぞ皆さん、その願いは私、ゆま西野原ゆまに託してください。全力で頑張ります。皆さん、そして今戦争の準備が着実に進められているんです。ウクライナの戦争から1年以上が経ちました。早く戦争が終わってほしい。日本も攻められた時不安だから、ある程度の軍事費は必要だ、そう考えている方いるかと思います。しかしながら今岸田政権が進めようとしているこの軍事費というのは、なんと5年間で43兆円なんです。43兆円になりますと、世界で第3位の軍事大国、日本が標的になってもおかしくありません。私はこの報道を聞いた時、最初は恐怖と同時に怒りがこみ上げてきました。被爆者の方の声を私は広島と長崎に毎年フィールドワークへ行き、声を聞いてきたんです。原爆一発にして家族や友達、親族みんな亡くなった、生き残ったのは自分だけ、何も悪いことをしていないのに地獄を味わった、自分が生きているその時に核兵器廃絶をし、戦争を経験したことのないその若い人たちに核兵器のない世界を引き継ぎたい、このように語っていました。当時私は高校生でしたが、高校生ながらにできることを考え、7000筆以上の核廃絶の署名を集め、ニューヨークにある国連本部に直接届けてきた経験がございます。皆さん、平和への願い、戦争だけは絶対嫌だの願い、どうぞ私、ゆま西野原ゆまに託してください。全力でここ足立区から声を上げていきます。そして最後に、区長には西山千恵子さん送り出してください。彼女は自民党の議員が2年前にL も B も増えたら足立区滅ぶ、このように LGBT の方たちに対し差別発言をした時、西山さんはいても立ってもいられず、北千住駅と足立区役所に抗議行動のためにスタンディングをしてきた第一人者なんです。西山千恵子さんはパワフルで、私が学生の支援をしてほしいと直接声を届けてきたら、西山さん自身が小学校から大学まで全て公立で行けたから進学できました。だからお金の心配なく学べる社会をご一緒に作っていきましょうと言ってくれました。西山千恵子さん、西野原ゆま、西コンビで2人で一緒に頑張っていきます。どうぞ日本共産党区議団を7人から8人へとパワーアップさせていただき、新しい区長西山さんを支える、その新しい足立区、ご一緒に目指してまいりましょう。そのために私も全力で頑張ります。ありがとうございます。今皆さん、45人の定数に対して64人が立候補している大激戦、大接戦なんです。1票で当落の差を分かります。
私は新人です。ぜひ皆さんのお力でユマ、西野原ユマを広げてください。一回り二回りへと皆さんのお力で広げていただき、そしてこの地域で区議会を送り出していただけたら、私も皆さんと共に行動し全力で頑張ります。最後にこのことを申し上げまして、私からのお話を終わりにさせていただきます。ご清聴ご協力ありがとうございました。